これより須藤元気選手の入場です。青コーナーより山本キッド乗り組選手の入場です。コーナー175センチ 75.0kg 須藤騙し討ちのアーティスト人間時代を取り尽くした須藤元気。青コーナー163センチ 66.5kg 山本先日の最強遺伝子神の子山本キッド乗り組。レフリー北村信明、ジャッジ三沢雅人、岡林彰、平直美。なおこの試合は寒い僅差であってもどちらかの選手に勝敗をつけるマスクシステムで行われました。自分の持ち味を出し切れるのはどちらの選手でしょうか。注目しましょう。谷川さん、この2人の戦い楽しみですね。いやー、私もこの戦いは楽しみです。恐れずにいいところを狙ってほしいですね。さあ、思いっきりぶん回した。内力から入る。ここはたまらずクリンチに逃げる。ブレイクブレイク。はい、谷川さん、すごい気迫ですね。いい試合になってきましたね。ハイキックだ。カウンター、まずはフックから顔面に飛ばしていく。クリンチクリンチ、たまらずクリンチです。 OK、 ブレイクブレイク。はい、いきなりぶん回していく。まずは下段蹴りから入る。いきなりぶん回していく。ハイキックだ。おお、思い切りぶん回した。まずはストレート、下段蹴りから入る。さあ、思いっきりぶん回した。バックブローで意表をつく。カウンターで入る。バックブローが飛んでくる。ボディから入る。さあ、思いっきりぶん回した。さあ、ここから前を詰めていきます。この場合から攻めていくか。ここは一気にいく、一気に打ち込んでいく。さあ、どうだ、効いてるぞ。あ、バッターですね。すごい気迫がこちらまで伝わってきます。いきなりぶん回していく。まずは下段蹴りから入る。ストレートだ。ここは一気にいく、一気に打ち込んでいく。一気に猛攻をかける。さあどうだ。ここは一気にいく、一気に打ち込んでいく。おっと、たまらずクリンチ。ブレイク。はい、息と息のぶつかり合いか。すごい気迫がこちらまで伝わってきます。さあどうだ、効いてるぞ。すごい気迫がこちらまで伝わってきます。ここは一気にいく、一気に打ち込んでいく。バックブローで通す。すごいのが入った。どうなんだ、相手のボール止めるか、止めるのか、ダメージはどうか、ダメージはどうでしょうか。今の攻撃は効いているでしょうね。ダメージはどうか。ここで第1ラウンド終了のゴングです。さあ、このラウンドのハイライトをご覧ください。さあ、タッカーさん、このラウンドいかがでしたか。
いや完全に相手の隙を狙ってましたね。綺麗に決まりました。ただ一気に行きたかったですよね。次のラウンドに決着がつくかもしれません。ラウンド2、はい、第2ラウンドのゴング今鳴り響きました。先ほどのラウンドは気合い入ってましたよね。このラウンドもこの調子でいってほしいですよね。カウンター入った。まずはボディーに行く。トレードから入る。さあ思いっきりぶん回し。トレードだ。これはすごい。すごい攻撃です。すごい気迫がこちらまで伝わってきます。ボディーから入る。さあトレードだ。ここは一気に行く。一気に打ち込んでいく。ここは一気に行く。一気に打ち込んでいく。おっとカウンターが入る。すごい気迫がこちらまで伝わってきます。これはすごい。すごい攻撃です。さらにストレート。さあどうだ、効いてるぞ。一気に猛攻をかける。さあどうだ。すごい気迫がこちらまで伝わってきます。すごい気迫がこちらまで伝わってきます。一気に猛攻をかける。さあどうだ。これはすごい。すごい強烈、凄まじい攻撃です。ダウン、強烈な勢いが炸裂した。勝つか勝てるのか。さあどうだ。今のは惜しかったですね。あともう一歩でしたね。お互いがですね、いいところ出し合ってますよね。あーストレートだ。ここは一気に行く。一気に打ち込んでいく。いきなり分回していく。いきなりアッパーを狙う。ボディーから入る。あーっと一方的に打ち込んでいく。これはすごい。すごい攻撃です。普段蹴りを出す。おっと強烈、一気に猛攻をかける。さあどうだ。あーカウント取った。カウントがかけるのか。無情にもカウントが固められていく。ここで終わりか。ここで終わったのか。あーここで終わった。ここで試合終了。あー決めますね。さっきの勝ち良かったですね。さあ今の試合が決まったシーン、リプレイでもう一度見てみましょう。